奈良原三次奈良原三次二月十一日から1944年7月十四日は日本の航空のパイオニアである。鹿児島生まれ、元日本海軍軍属技師で1911年5月に自作の服用機で飛行に成功し、翌年日本で初めての民間飛行場を開設し、生涯にわたり航空の発展に寄与した。断尺。 1877年2月11日、男爵、奈良原茂の次男として、鹿児島県鹿児島府下高来町に生まれた。1894年、城北中学を卒業後、8年ほど置いて、第六高等学校に進学。母方おじの予備艦隊司令官だった、毛利一部屋からタコ式軽流気球の話を聞く。1908年、 東京帝国大学工学部造兵科を卒業して、海軍将棋士に任官した。横須賀海軍工渉造兵部に就職し、海軍中技士となり、学習委員女学部を卒業したばかりの東郷亀夫と、結婚するも、帝大在学中からの愛人である14年下の、神田明神家芸技、福島ヨネと同居。飛行機の研究をはじめ、臨時軍用気球研究会の委員に任じられる。 1910年時比で機体に丸竹を持ち、父親と新妻が暮らす四谷の邸宅の庭で、奈良原式1号飛行機を製作するが、同研究会から許可の降りた、安座に 25HP エンジンの出力不足などもあり、離陸できなかった。同委員を辞し、海軍造兵隊異隊具を受けて、海軍を退役し、翌1911年、 私有のノーム 50HP エンジンを搭載して、奈良原式2号飛行機を製作、同年5月5日、所沢飛行場にて、自らの操縦で、高度約4メートル、距離約60メートルの飛行に成功した。国産機による初めての飛行記録であるとされる。東京飛行機製作所を設立して、新宿津の端に工場を作り、臨時軍用気球研究会の御用として、 飛行機の修理や研究用のプロペラ製作などを受け負っていた。奈良原式3号飛行機製作中に会社の経営を任せていた支配人と金銭トラブルとなり3号機が差し押さえられ試験飛行を断念するも株屋の高い自兵らが出資協力して東京京橋八丁堀に新会社東洋飛行機紹介を設立1912年3月に 奈良原式4号機を完成させる。奈良原式4号機、大鳥号1912年5月、千葉県の稲毛海岸に民間飛行場を開き、白戸栄之助、伊藤都次郎らの民間パイロットを養成し、奈良原式4号機、大鳥号などを製作し、日本の民間航空の発展に尽くした。奈良原飛行団を組んで、各地で方号の巡回飛行を行っていたが、 1913年航空会から一旦引退する。1930年に日本系飛行機クラブの会長に就任し、以降も更新の指導、育成にあたり、またグライダーの発達、普及などにも尽力した。1944年7月14日に死去。稲毛民間航空記念館に展示されていた、奈良原式4号機、大鳥号の 復元リプリ解果各記事を参照。ありがとうございます。